ストリーミングサービスが主流となり、音楽はスマホで聴くのが当たり前になりました。しかしそんな今だからこそ、スマホと音楽を聴く端末を分けるというのも良い選択肢になってくるのではないでしょうか。今回はそんな今の時代にぴったりなデジタルオーディオプレイヤーを紹介します。どうもこんにちは、ウシャスライムです。それではお付き合いよろしくお願いいたします。というわけで今回紹介するのがこちら、 FIO M6、 いわゆる音楽プレイヤーです。巷では DAP と書いて DAP と呼んだりします。 DAP はデジタルオーディオプレイヤーの略です。今回購入した FIO M6 について詳しく紹介する前に、そもそも僕がどうして音楽プレイヤーを購入したのかという話をさせてください。僕が音楽プレイヤー欲しいと思った理由はたった一つ、外でスマホを見てしまうのがめちゃめちゃ嫌だったから。僕は音楽を聴くのが好きなので、外にいるときは基本的にスマホをポケットに入れてイヤホンをしています。ただスマホって持ち歩いてると見ちゃいません？歩いているときや電車に乗っているときなんかについついツイッターを開いてしまったり、メールをチェックしてしまったりします。僕はこれがめちゃめちゃ嫌でした。皆さんご存知の通り、僕の生活は動画を作ることで成立しているので、家にいるときは基本的に PC の画面やスマホの画面を見ています。動画編集ソフトを見ている時間ももちろんありますが、それ以外にも動画のアナリティクスを見たり、企業様とのやり取りをメールでしていたり、単純にツイッターを見ていたり、とにかく情報という情報にさらされて生きています。こんな生活をしている僕なので、家にいるときは休まりません。そのため外にいるときはなるべくそのような情報を見ないで、頭や体をとにかく休めたいと思うのですが、スマホがあるとそれもうまくいきません。スマホは人が触りたくなるようにできているので、ポケットに入れておくだけでついつい取り出して見ちゃうんですよね。そして結局メールやら何やらを見てしまい、外にいても休む時間がなくなってしまうのです。これは困った。そこで僕は音楽しか聴けない端末欲しいなぁと思ったわけです。そう、こんな感じの音楽専用端末が欲しかったんです。音楽専用の端末があれば、スマホを取り出さなくても音楽を聴くことができるし、スマホの充電が少なかったとしても気兼ねなく音楽を聴きながら過ごすことができるのです。これは欲しい。間違いなく QOL が爆上がりする。僕はそう確信したのです。そんなわけで僕の音楽プレイヤー探しが幕を開けることとなりました。僕が音楽プレイヤーを選ぶ上で一番大事な条件は、ストリーミングサービスを使って音楽が聴けるということ。僕は普段音楽を聴くときには Amazon Music を使用しています。要するにストリーミングです。 iPod を使っていた小学生中学生時代、そしてサブスク配信を使うようになるまでの時期を思い返してみると、音楽を聴くためにレンタルショップで借りた CD を PC に取り込んだり、あるいは iTunes で曲を購入したりしていたため、 PC 上には潤沢に音源がありました。そのためネットに繋がらないアプリをインストールできない音楽プレイヤーでも問題ありませんでした。しかしサブスク配信を利用し始めると、自分で CD やら曲やらを買うことはほぼなくなります。だって聞き放題だから。要するに自分で持っている音源がない以上、ネットに繋がらない音楽プレイヤーを購入しても意味がありません。というわけで僕が音楽プレイヤーを導入する以上、ストリーミングサービスが利用できるというのが大前提になるのです。そんな条件を考慮しつつ、まず考えたのはスマホをもう一台導入して、そいつを音楽プレイヤーとして運用するというもの、2台持ちです。確かにスマホであればネットには繋がるし、アプリも落とすことができるので、ストリーミングサービスが利用できるという最大の条件をクリアすることができます。しかしスマホは高い。当然用途としては音楽を聴くこと以上のものが想定されているため、機能もりもりです。であればその分値段が高くなるのが世の常。中古でもあまり手が出ないという状況でした。しかもここに来て、せっかく音楽専用端末を導入するんだから音質もいい方がいいよなぁという欲が出てきました。というわけで第一候補の2台目スマホは一旦保留となりました。次に考えたのが、音楽プレイヤーと言われたらみんなが連想するウォークマン。ソニーから発売されているダップです。ウォークマンの中でいかにもストリーミングサービスできますというのをアピールしていたのが NWA100 シリーズというもの。
比較的新しそうなモデルです。ストリーミングができるという僕の前提条件をクリアしつつも、スマホではないダップだからこその音質の良さを楽しむことができるらしい。めちゃめちゃ良さそう。そんなウォークマンの気になるお値段は 16GB で 35,800 円。高い。オーディオ界隈ではもしかしたら安いのかもしれませんが、僕は一般大学生なので3万円は高いです。2台目スマホを買った方が安いんじゃないかという現実を突きつけられてしまいました。もっと良い選択肢はないのだろうか。そうして我々は再び Amazon の奥地へと向かった。そうして見つけたのがこちらの FIO M6。 まさしく今僕が手にしているものです。というわけでお待たせいたしました。ここから FIO M6 について詳しく紹介していきたいと思います。まず本体を見てみましょう。縦 9cm×横 5cm、厚さ 1cm という非常にコンパクトな大きさ。背面はガラス、側面はアルミボディになっており、かなり丸っこいデザインになっています。画面は 3.2 インチ液晶モニターで、解像度は 480×800。上側面には 3.5 ミリヘッドホン出力端子と電源ボタン。左側面には再生ボタンと音量ボタン。右側面にはマイクロ SD カード差し込み口。下側面には USB Type-C 差し込み口があります。全体的にコンパクトなので、持ち歩いても邪魔になりにくいサイズ感で、Good。ただ背面にはめちゃめちゃ指紋がつきます。こちら FIO M6 の最大の特徴と言ってもいいのが、各種ストリーミングサービスをダウンロードすることができるという点。こちらの M6 にはカスタマイズされた Android が搭載されており、 Amazon Music や Spotify などのアプリケーションをインストールすることができます。そのため僕みたいなわがままサブスク聞き放題野郎でも DAP で音楽を楽しむことができます。しかし M6 はスマホではないので、びっくりするほど動きがもっさり。Wi-Fi をつけて Amazon Music から楽曲をダウンロードすると、とんでもなくカクついて異常なほど発熱します。もちろんスマホと比較したら動きはカクつくしもたついていますが、 Wi-Fi をオフにしてアプリから楽曲を再生する分にはそこまで気になりません。 FIO M6 はハイレゾ再生にも対応しています。ハイレゾとは一言で言うと CD より綺麗な音源のこと。とりあえず綺麗です。ぜひ一度聞いてみると違いがわかるかと思います。最近は Apple Music と Amazon Music が楽曲の高音質配信に踏み出したことで、ハイレゾ音源が今までよりも格段に入手しやすくなりました。そんなわけで Amazon Music を使っていた僕は、計らずも日常的にハイレゾ音源を耳にするようになりました。M6 は 24bit を 192kHz 再生まで対応しているので、Amazon Music の Ultra HD 音源は問題なく再生することができます。僕が PC で使用しているサウンドカードである GSX-1000 は 24bit を 96kHz なので、これと比較しても M6 の強さを感じられます。ちなみにハイレゾ音源は死ぬほどストレージを食うので、マイクロ SD カードは必須です。本体メモリの 2GB ではどんなに頑張っても足りません。FIO M6 は Bluetooth レシーバーとしても使用できます。例えば、有線イヤホンをこちらの M6 に接続してある場合、M6 をお手持ちのスマートフォンを Bluetooth で接続することで、この有線イヤホンをスマートフォンに直接挿すことなく、スマートフォンから流れるサウンドを聞くことができるという感じです。この機能を使えば、スマートフォンで動画を見るような場合でも、ケーブルが邪魔にならない上に、iPhone などのイヤホンジャックがない端末でも充電しながらイヤホンを使うことができます。Bluetooth イヤホン使えばいいじゃんというのはナンセンスですよ。ちなみに M6 自体もイヤホンを挿しながら充電をすることができるので、ここに有線イヤホンをぶっ刺せばスマートフォンも M6 も両方充電しながら使用できるようになります。いつから僕たちは充電しながらイヤホンが挿せないと思い込むようになったのでしょうか。こちらの M6 は USB-DAC としても使用することができます。簡単に言うと PC と USB で接続することで、外付けサウンドカードのように使用することができるということです。M6 を介することで、イヤホンを PC 直差しするよりもいい音を楽しむことができるようになります。Mac の場合は挿すだけで、Windows の場合は公式ホームページからドライバーをインストールすることで使用することができるようになります。接続するには本体設定の USB-DAC にチェックを入れて PC と接続するだけ。あとは PC 側の出力デバイスをスピーカー（FIO M シリーズ）に変更すれば接続は完了です。
音量は本体のボタンからも操作することができます。サンプリングレートは 24bit48kHz なので、 M6 本体から直接音楽を流している時よりは少し落ちますが、 PC 直差しよりも圧倒的に音が良くなります。ちなみに USB-DAC モードを使用した後は本体がめちゃめちゃ熱くなってカックカクになるので再起動必須です。こちらの FIO M6 の機能について紹介したところで、僕が実際に使ってみた感想を話していきます。まず大きな感想としては、想像通りの使い方ができたという感じです。外出する際には FIO M6 を使うことで、スマホをカバンの中などにしまっておくことができたため、スマホをついつい触ってしまうということがかなり減りました。これは本当に良かった。また本体のサイズもかなり小さいため、ポケットに入れて歩いている時の端末の存在感がかなり減りました。ピッチピチのズボンを履いている時は太ももがめちゃめちゃ圧迫されて、逆に緩めのズボンを履いた時はポケットの中でスマホが暴れ回る、あの不快感がかなり軽減されたので、歩いている時間の快適度もぐっと上がりました。さらに僕は普段 iPhone を Suica として使用しているのですが、その際にもイヤホンのケーブルが絡まってもたついてしまうという現象も発生しなくなりました。もはや心まで軽くなりましたね。電池持ちに関しても全く問題はありませんでした。製品ページによると、連続再生時間は13時間、待機時間は最大26日間だそうです。使った感覚としては、充電 100% 台で音楽をかけて数時間歩いても 90% 台を維持しているという感じで、かなり安心感があります。通勤通学で使用する分には2、3日充電しなくても余裕で使えそうです。何よりスマホと音楽を聴く専用の端末という2つに分けたことで、スマホの充電が 50% ぐらいの時に出かけることになってしまい、充電不安だから音楽聴くの我慢しておこうかなという気持ちにならなくなったのが、精神衛生上かなりいいです。そんな機能もりもり僕満足という感じの音楽プレイヤー FIO M6 ですが、僕が購入を決意した最大の理由がその価格です。ポケットサイズの音楽プレイヤーでありながら、ストリーミングで音楽を楽しむこともできて、さらにその上ハイレゾ音源まで楽しめてしまうモリモリ性能ダップでありながら、その価格はなんと2万円、さらに中古であればそのお値段は驚異の1万円、僕のバイトの給料2週間分です。こんなの買うしかないやん。というわけで今回は音楽プレイヤー FIO M6 を紹介してきました。ストリーミングで音楽を楽しむことができる上に、音も良く、さらには機能がてんこ盛り、そして購入すればスマホで音楽を聴いていた時よりも格段に幸せな生活が待っている、こちらが新品では2万円、中古なら破格の1万円で購入することができます。皆さんもこのヤバすぎるコスパに気づいてさっさと導入することをおすすめします。というわけでこの動画が良かったと思ったら、高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。他にも Twitter やノートをそれぞれ更新していますので、フォローしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。